マルコおいでマルコおいで、はい、マルコさん来ました。はい、マルコさんが、はい、乗りました。はい、マルコさん乗りました。はい、イコです。はい、というわけでですね、今日はね、マルコさんのご飯をちょっとね、紹介しようかな。マル、みんなにマルが何食べてるかバレるな。マルコ、何食べてんだお前。ステーキか、うなぎか、とんかつか。マル、はい、そんなもん食べてないな、マルにね。だからね、マルお手、ういお手、ういマル、せせ、あーしゃしゃしゃ、いい子だわ。はい、ということで今日ね、ちょうどね、もうちょっとでなくなるところだったんでね、マルさん連れて一緒にね、買ってきたんですけどね、マルさんのご飯これです。まさにこれですよ。これこれこれなんですよ。これね、今日は新しい味です。お、マルさんビニール越しに、うわ、マルさん食いついたっすね。はい、これね、サーモン味なんですよ。今までマルはね、カツオ味と、味なんだっけ、マル、チキンだな、チキン味とカツオ味食べてたんですけどね、今日はついにマルコさんもサーモンデビューですよ。マル、今日サーモンデビューだ。お、暴れた暴れた。マル、鮭好き？マル、サーモン好きか？おて、おて、おて。はい、はい、増税前にね、おっとっとっと、マルさんどこですか？いいか、はい、マルさんね、はい、増税前にね、いっぱい買ってきました、マルさん。マルさんいっぱい食べるんだよね。マルさんね、サーモンはね、魚は犬の認知症とかにもいいっていうね、情報があったんでね、前から気になったんですけどね、なかなかいつも売り切れてなかったんで、ね、マルさんいつもカツオとチキンをね、ね、ローテーションしてたんだけど、今回ついにサーモン買ってきました。俺サーモンじゃないぞ、マル。マル、俺サーモンじゃないからな。サーモンね、ちょびっとカツオとチキンより高いんですよ。200円だったかな。で、さらにね、マル超舐めてんの。マル、おい、腕舐め、はい、まあほっときましょう。あともう一種類ね、鹿があるんですよ。鹿、俗に言うジビエですかね。鹿肉あるんですよ。鹿肉はね、まあ、低脂肪高タンパクで、すごい人気らしいんですけどね、まあ、人間でも今人気ですね、ジビエ肉ってね。犬用もあってね、犬用の鹿肉もあるんですけど、それも売り切れでね、残念ながら丸さん買えなかったんですよ。まあ今回でもね、サーモン、いつも売り切れてるサーモン買えたからね、丸さんよかったね。興奮して俺の手をね、舐めまくってるけど、丸さん、丸さん、どう？サーモン、サーモンよかったね。サーモンピンク色だわ、パッケージ。サーモン、うん、マルさん、そろそろやめてくれる？これね、マルさんね、結構早いペースで、これ何キロだったかな？これ何キロ？ 2 キロだったかな？これ 2.5 キロです。マルさん結構いい勢いでね、食べるんですよ。ね、マル。マル1食で、マルはね、1日マル 120g 食うんですよ。だから結構の量だな。それで、おやつであげたりするんでね。いい加減いいだろ、マル。はい、というわけで、これね、ちなみにマルさん食べてるね、餌、ブリリアントって言うんですけど、はい、餌って結構迷うんですよね、犬の餌。マルさんも何回かね、変えてんだけどね、まあ、とりあえず最近はこれに落ち着いてます。うん、モグワンとかね、カナガンとかも食ったしね、あと何だかな、ロイヤルカナンとかもね、マルさんやったし、シュプレモンもマル食べたよな。いろいろ食べたんですけどね、まあとりあえず最近はこれに落ち着いてます。はい、マルさん、あっち、マル、俺の方じゃなくてみんなの方ちょっと見て、はい、私これ食べてますね。マル、マル、どう、ね、美味しい、これ美味しいのね。サーモン初めてだな。マル、マル、カツオとチキンどっちが好きなの？カツオが好きな人、マル、カツオが好きな人、マル、カツオが好きな人、はい、マル、はい、はい、はい、カツオ好きなんで、ね、でもマル、カツオチキンより俺の手の方が好きみたいで、超舐めてますわ。はい、マル、美味しいの？はい、というわけで、マルコさんのね、餌の紹介でした。それじゃあ、また僕はこれから、マルさんを振り払って、ちょっと手洗ってこようと思います。マルも手振ってね、マルも手振って、手振って、手振って、